はい、今日は阪急の京都連に乗ろうと思っております。はい、阪急の駅に雄大駅に来ております。すいません、阪急の一日乗車券ってここで買えるんですか？うん、突き当たり、ありがとう。突き当たりの案内カウンター、さ、どうしようかと思いますとですね、4時に京都に用事があるんですけど、だからそれまで時間はあるんで、まあ、今だ10時21分ですから、阪急電車の京都レーンと京都レーンのもう一個なんだっけ、名前の読みやすは名前読まれへんねんけど2種類あるんで、それ2回乗ってもう1回行って帰ってまた行くみたいになるから3回じゃないですか。もうそっちの方がいいかなと、途中で降りたかったら降りれるしっていう感じで思ってます。すいません、1日券ください。はい、阪急阪神ワンデーパス1300円で、はい、よろしい。え、阪急だけっていうのもあるんですか？あ、ないんです。ああ、全然全然いいですけど、はい、ね、したいのは、はい、京都レーンに乗って帰ってきてまた行きたいんですよ。だから3回乗るから。ああ、じゃあこちらですね。はい、はい、ありがとう。さあ、1日券を買いました。うん、お、宝来があるのか。んで、京都レイン30何分特急 A なんとかってやつな。久しぶりやな、阪急の乗らんが。32分発3番線これですね。快速 A 特急、快速特急 A、 これですね。時事発、うん、これに乗ります。ちょっとまだでも5分なら腹減ったな。これは新幹線って感じするから、えっか、ほんで京都着いたら食いたくなる、食いたくなるかもしれないから、軽く、300円もする、341円もする。さあ、今入線してきているのが京都レーンでございます。もともとちょっと古いタイプの特急車両を改造して観光列車っぽくしているようです。土日のみの営業なんで、普段パッとね、普段の平日は乗れないんで、土日大阪から京都に行かれる方は一回乗ってみてくださいね。外観も少し変わってます。外観もね、こんなおしゃれになっててすげえな。京都レインって書いた、はい、お、なんか、まあいいわ、外観を先にね、行きましょうね。はい、うん、重装通過やで、かっこよすぎやろ。
お、こっちから雰囲気が変わっています。すげえ、すごいですね。さあこの車両ですが、あ、すごいな、阪急とかつなぎ目こんななってんや、もう今新幹線みたいやん。さあそうですね、こんな感じでなっていますと。はい、はい、それでは車内ツアーと行きましょう。こちらがですね、まあ、普通の特急車両っぽい感じの、まあ前の6300系のシートのままやと思うんですけど、それをシート張り替えた感じで通ります。はい、結構ねエントランスとかこう広いんですよ。で2両が先頭、2両がこんな感じでグリーンをベースとしたシートになってますね。はい、ボックス席にはなってません。ただあの一番ね最初と最後だけがあの向き変わらないんでボックス席っぽくなってるんですけども、それは進行方向と関係あるんだよね。でこちらがですね、ちょっとあの畳敷きになっているシートのボックス席、2名用と1名用になってますね。まあ4名用と2名用っていうのかな。はい、さあここから2両がですね、まあ、赤というかなんかオレンジというか、まあ、そんな感じの暖色系のカラーのシートが続きます。はい、シートは別にこれといって特徴はないですね。出発するときにこのように並走するというのがですね、阪急電車の醍醐味になっております。さあ隣はですね、三宮方面に行く普通列車です。今特急列車が普通列車に抜かれてます。まあね、乗ってるときにちょっと入りかへんかなと思ったりもするんですよね、しますよね、わからんけど。はい、こんな感じで次の駅重曹を目指しますが、この列車は重曹には止まりませんというのはちょっとね間違えて、止まるんですが乗車降車できませんというのは正解ですね。重曹駅に到着いたしました。13と書いて重曹でございます。はい、到着いたしました。さあこちらのね車両、この車両タイプとホームのサイズが合わないのでどうも乗り降りできないそうです。せやけどあのもう一車両のガラクの方はですね、別のホームに泊まるのかな、なんかあのガラクは重曹に泊まります。泊まるとかの乗り降りもできます。それではドアも開けずに出発です。椅子はもう何の変哲もない、こんな感じでリクライニングすらしません。普通の阪急電車の特急で一緒です。はい、それでは畳敷きの椅子の方に座ってみたいと思います。別にヘッドレストが動くわけでもなく、まあ、うん、
座り心地がすごくいいというわけでもなく、まあ、畳があったりとか、うん、なんか雰囲気ね、雰囲気旅行してる気にはなりますが、別にリクライニングもせえへんし、なんかね、シートの感じはね、なんやらの昔の汽車みたいな感じですね。垂直でボックス席になってますから、うん、なんか銀河鉄道の鉄道とか乗ってた車両みたいな感じの椅子の角度じゃないですかね。さあ、2人掛けのボックスの方が空いてたんで、こっちに移ってきました。まあ1人で4人分とのもなんですし、駅に到着したんでこっちに移ってきましたね。はい、今淡路でございます。まあね、いちいちこんな感じでね、飾り付けがあってね、いちいちおしゃれ。はい、今淡路駅は要塞とかして工事中でございます。さあ、こんな感じでフリー Wi-Fi もあったりね、なかなかです。さあ、そしてね、駅がですね、淡路の次は桂まで飛ばしていきます。そしてその次が、烏丸、そして、どこや、河原町みたいな感じですかね。めっちゃ駅止まる駅少ないんですよ。さあ、そしてこういうね、京都観光のパンフレットもあります。はい、こんな感じで照明もね、すんげえなんかおしゃれにしているんですよね。はい、桂駅に到着いたしました。桂駅はですね、嵐山方面に行くのに乗り換えるする駅なんで、結構観光で行かれる方は降りられるようです。結構車両が空になりました。通常ですね、運転中このグリーンの幕がね、開いてるんですけども、この先地下に降りるんで、運転席の後ろだけは見にくくなるようで、カーテンを閉めて貼りますが、右側開いてるんで全面展望、気持ちいいですね、全面展望。うん、なぜか全面展望は横に座る椅子なんですよ。これ前向きの椅子にしてほしいですよね。まあ前向きの椅子だったら取り合いか、取り合いって誰と取り合うの。はい、それでは間もなく地下に入っていきます。そうですよね、この目の前のおじさんもずっと見てはりますもんね。こう気持ち分かります、分かります。もうずっと眺めてたいですもん、これ。はい、地下に入りましたので、僕はもう普通の席に座りたいと思います。グリーンのシートの車内はこんな感じで、なんかね、足置きもついてました。グリーン車や、グリーンやからな、これ。ほんでここにテーブルとかはありませんでしたね、さすがに。まあ、車両はもうだいぶね、古い感じなんで、こういう普通にシート張り替えてだけやったら古さは否めませんが、まあでも楽しかったです。
阪急列車京都レインいかがだったでしょうか。これがね、無料で乗れる観光列車の一つでございます。阪急列車はもう一つガラクという観光列車も持っておりますので、そちらも乗ってみたいと思います。まあまあ楽しかったんじゃないでしょうか。皆さんも大阪から京都に行かれるときはぜひ乗ってみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。さよなら。